この動画は、ゆっくりボイスで、ナレーションしています。字幕対応もしてませんので、機械音声が苦手な方は、他のチャンネルをご視聴ください。ただいま、電気業者さんがいらっしゃってます。チャタロウさんですが、誰かお客様が来ると、嬉しくて、しょうがないらしく、すごくはしゃいでしまいます。お客様は、誰でも、自分のお友達だと思ってるようです。ねえねえ、おじさんおじさん。僕と遊びに来たわんね。遊ぼう遊ぼう。ねえねえ、おじさん、ちょっとちょっと、遊ぼうわん、ねえってばー。こら、チャタロウ、お邪魔でしょ？どいてなさい。ねえねえ、遊ぼうわん。何して遊ぶわんかー、ちょっとー、どこ行くわんかー。遊ぼう遊ぼう。チャタロウ、こら、お前のお友達じゃないんだってば。お邪魔になるから、どいてなさい。何持ってきたの？美味しいの？ね、それ美味しいの？まったく、お前は。僕、いい子だから、待ってる。遊んでもらうの、待ってるわんね。だーから、お仕事しに来てるの、遊ばないの。早くお仕事終わらないかなー。しょうがねえやつだなー。こんにちは、こんばんは、クロンです。皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回ですが、前々からずーっと気になってたアイテムを使ってみました。ではでは、早速本編をご覧いただきたいと思います。ほいっと、ソフトレジンです。前々から、ソフトレジンの存在は知ってたけど、使ったことなかったんですよ。いつもはハードレジン。硬化すると硬い。だから、ソフトレジンは、硬化しても柔らかいんだろうなぁ、ぐらいに考えてた。でも、この柔らかさって、よくよく考えると、いろいろと可能性があるんじゃないかと思ったんですよ。でね、どうやって使うか考えたんですけど、今回はキャンドゥさんで購入したこちらの大きいモールドを使ってちょっとしたものを作りたいと思います。さあ、それでは今日も元気に行ってみよう、やってみよう。まずはモールドにソフトレジンを適当に入れていってそこに着色していきたいと思います。今回の着色剤は宝石の雫のパール系を使っていきたいと思います。気泡も取っておこうかな。硬化しましたー。それでは、ペローンと、取ってみましょう。うは、面白い。シリコンマットの薄いバージョンみたい。うん、これならいけそうだ、むふふふ。今回は、お試しってことで、家にあった穴開けパンチで、くり抜いていこうと思います。これ、柔らかいから、クラフトパンチでも使えるね。楽しい、面白い。100均で、一つ穴を開けるパンチが売ってるから、そっちを使った方が、やりやすそうだね。さ、それでは、くり抜いたものを見てみましょう。こんな感じです。柔らかいから、いろんな形にできそうだね。このまま、ちっこいピアスを作ってもいいんだけど、今回は封入素材にしてみます。で、100均のモールドでこんな感じで封入してみました。今回は、球体ピアスにしてみようと思います。レジンの中に、レジンで作った封入パーツ。相性が良さそうだな。ちなみに今回のハードレジンですけど、いつもコーティングレジンとして、使っているメーカーのレジンを使ってみました。透明感がいつもよりも高いはずです。そして、ドッキングしたのが、こちらです。
やっぱり、いつもよりも、透明感があるように見えます。やっぱ高いレジンは違うのでしょうか。では、継ぎ目をヤスリがけしていきます。ヤスリがけ、これだけ全部やるのは大変だよねー。ねえ？ってことで、今回もあれ、やってみますか。めんどくさい時はこの呪文。さあ皆さんもご一緒に。それ、ほいさらさあ。あーら素敵。全部ヤスリがけできましたー。いやいや、便利便利。お次は、買ってたものの、一回も使ってない、ヒートンを球体につけていこうと思います。このヒートン、楽天で見つけました。かわいいなーって思って買ったんだけど、なかなか使う勇気がなくてさ。やっと今回、使えました。うん、かわいい。こんな感じかな。ということで、全部にヒートンをつけましたー。では、仕上げのコーティングレジンを塗っていこうと思います。この工程が一番、ほっとします。はい。これ塗ると、本当に綺麗になるんですよー。ということで、パーツとしてはこれで完成です。このパーツにあとは、ピアス金具をつけて、完成です。ということで、今回はこんな感じになりましたー。ソフトレジンを使うっていうのが、今回のテーマだったんですけど、使ってみて、いろいろとやってみたいことができました。やりたいことが多すぎて、なかなか作業が追いつきません。楽しいねー。今回は、涼しげな球体ができた気がします。また、ソフトレジンで遊んでみようと思いました。もし、ソフトレジン、未体験の方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひお試しを。ということで、今回はこの辺で、最後までご視聴、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではではー。